ハーモネオズ、英語、ハーモネオズは、ファーウェイと非シリコンによって開発中のオープンソースとして公開予定のマイクロカーネルベースの分散オペレーティングシステムである。2019年8月9日に、トンガンで開催された、ファーウェイデベロッパーコンファレンス2019で発表され、IoT デバイスを主な対象として設計されている。この OS の英語での正しい名称は、 ハーモニーオペレーティングシステムである。ホーンメングは中国語のオートリモーの発音を表したものである。ファーウェイの消費者事業部の最高経営責任者である、あまり受けたまわり東は、ホーンメングは英語で発音しにくいので、この OS の英語名として、h n g m n g と発音が似ている単語である、ハーモニーと訳したと語った。オートリモーは古代中国の神話が由来となっている。 古代中国では宇宙が形成されるより前の時代は大取り物と信じられていたと言われている。ファーウェイが独自の OS としてハーモネオズの開発を開始したのは2012年である。2019年5月にアメリカのイランに対する経済制裁に違反したとして米国政府が行った金融措置によって開発はさらに活発になった。 ファーウェイの幹部であるあまり受けたわり東は将来の自社のスマートフォンでアンドロイドを使用できなくなった場合に備えたプラン B であると説明した。一部のメディアにおいてホーンメング OS と呼ばれる OS が2019年の8月または9月に中国でリリースされ2020年の第二四半期に全世界でリリースされる可能性があると報道された。 2019年5月24日、ファーウェイはもう中国で商標登録した。同日、ファーウェイは ArkOS を欧州連合知的財産庁に商標登録した。2019年7月、ファーウェイがデスクトップ及びモバイル向けオペレーティングシステムとして、ハーモニーという単語を含んだ商標を登録したことが報告された。同月、ファーウェイの了解会長は、 この OS は産業用としての使用を目的としており、ホーンメンゴスを将来のスマートフォン向けオペレーティングシステムとして開発を行うかはまだ決定していないと述べた。この発言に基づき、上級副社長のチー・ウン・ハジム・カオルは、ホーンメング OS が IoT デバイス向けに設計された組み込みオペレーティングシステムであると述べた。二0 1九年八月九日、東岸で開催された HDC2019 でハーモネオズを公式発表した。ファーウェイはハーモネオズを様々な種類のデバイスに対応したオープンソースのマイクロカーネルベースの分散オペレーティングシステムであり、同じくマイクロカーネルである QNX や Google によって開発中の北社よりも高速なプロセス間通信を実現し、リアルタイムリソース割り当てを備えていると説明した。 アークと呼ばれるコンパイラによって、Android のアプックパッケージを、この OS に移植することができる。f ァ r ウ w a y は、開発者が h a r m o n o s 向けのソフトウェアを様々な種類のデバイスに、柔軟に展開することができると述べた。f ァ r ウ w a y は、h a r m o n o s について、スマートディスプレイウェアラブルデバイス社内、エンターテインメントなどの IoT デバイスを、主な対象としており、モバイルオペレーティングシステムとして、 明確に位置づけなかった。2020年9月10日、東ン,ンで開催された HDC2020 でハーモネオズ二点零2.0が発表され、IoT を主軸としていると見られていた OS を大きく転換し、モバイルデバイス向けにも提供され、すべてのデバイスを接続することを方向づけた。2021年2月23日、上海で開催された。 MWC2021 上海で、ファーウェイは折りたたみ、スマートフォンファーウェイメイト X2 を発表し、発売当初は Android を搭載するものの、4月以降は、ハーモネオスに切り替えることを予定していることも、発表された。6月2日、ファーウェイのグローバルでの発表会で、ハーモネオスがスマートフォンに正式採用されることが発表された。搭載されるのは、 6月18日に発売予定のメイト40プロ、メイト X2、メイト 40E、ノ、no、バ8プロの4製品。また既存のおよそ100機種についても同 OS が配信されることが発表された。発表時点で日本向けに販売した製品についても配信されるかどうかについては明らかにしていない。現時点ではスマートフォンとタブレットに搭載されているハーモネオズは Android10。 をベースとしている。2021年9月14日、中国国家の音源集団と共同で、鉱山用システムとなるハーモネオズフォーマイニングを発表した。ありがとうございます。